クレモナのジェラルドの著書楽イでトラテでメドシンに描かれたイランジにイシアルラーズイー・クレモナのジェラルドはイタリアの学者12世紀に多くのアラビア語の学術書をラテン語に翻訳し12世紀ルネサンスを代表するクレモナのジェラルドと呼ばれる人物はもう一人いてこちらは13世紀に薬学の著書を訳したイタリアロンバルディアのクレモナに生まれたイタリアにおける 学問の知識に満足できなかったジェラルドは、スペインに赴いて、トレドで学んだ。その年は1144年より前であったとされる。当時のトレドは、カスティーリオ・をアルフォンソロクセイが、1085年に、イスラムからトレドを攻略した後で、キリスト教徒にとって安全な地となっており、アラブ文化、ヘブライ文化の中心として栄えていた。ラッビベンエズララの有名な学者もトレドにいた。 トレドで没した。ジェラルドの訳した学術書には、プトレマイオスのアルマゲストがある。ジェラルドの時代では、ラテン語のテキストは少なかったため、トレドまで探しに来なければならなかった。1175年に結局は、アラビア語から翻訳することになったこの著作は、15世紀にトラペズンティウスやレギオ・モンタヌスがギリシャ語の原著から、訳すまで、 西ヨーロッパ言語への唯一の役所であり、コペルニクスの理論が現れるまで、天文学の基礎の位置を占めた。また、アイコールザルカー・リーラによって制作された、天文表、トレド表もラテン語に訳した。アリストテレスに次ぐ、第二の詩と呼ばれて、エウクレーデスの注釈書を書いたアルファー・ラービーの著書を、元にデサイオンティスを表した。さらに、エウクレーデスの幾何学の書、 言論をはじめ、アルファルガーニーの天文学書をラテン語に訳した。他にめぼしいものとして、テオドシウスの球面学、アルキメデスの論文など幾何学、大数学、工学の分野の翻訳や、ガレノスやヒポクラテスなどの医学書も数が多い。弟子たちが作った目録で知られているだけでも、アラビア語による著作の翻訳は71種があり、中世初期を通じて、 最も熱心で多作な翻訳家と評される。C.H. ハスキンズ、12世紀ルネサンスミスズ書房、1997年、P240。C.H. ハスキンズ、12世紀ルネサンスミスズ書房、1997年、P240。ありがとうございます。